大門さん、こんばんは。こんばんは。プロレスクールの、はい、ホームルームなんですが。ホームルームなんですね。はい。はい。そうですね。はい。この、世の中を前向きに来る方法なんか。はい。世の中前向きに来るんですか。はい。はい、今のご時世で。ご時世、はい。前向きに。前向きに。まあ、結構世の中裏切られること多いですからね。もういろいろ人にもね、もういろんなものにも裏切られますけど、もう唯一裏切られないものを発見したんですよ。はい。もうそれ筋肉ですね。おお、まあ。努力は裏切るんですけど、努力も裏切る時はありますよ。はいはい。あるんですけど、でももう一度ついた筋肉はそのサイズ感は裏切らないと思います。はい、筋肉は裏切らない。お、素晴らしい。なるほどです。はい、とにかく全人類、皆さん毎日朝起きて、すぐ、ベッドから出てベンチプレスに座ってベンチプレスやって、全人類ね、平均ベンチプレスの、総重量100キロはいけば世の中みんなもうめちゃくちゃ前向きになると思います。はい。なんでちょっとこの後自分のベッドをベンチプレスに改造してきます。ホームルームを用意したい。ありがとうございました。